久保さん、今回、衰えないものにしましょうか。衰えないもの。実は久保さんにあの動画送ったじゃないですか。あの後から僕、セールセレター書いたんですよ。今日の販売の。で、もう全部準備できて、もう決済できます。はい。なんで、約1時間半ぐらいですかね。1時間半ぐらいでレター作って、で、決済の準備も全部しました。この区間で。まあ多分ね、まあその、卓球の話しましたけど、まあその体力、筋肉を動かすっていうのは、 もうね、ちょっとマジきついんですよ、今。だけど、思考を動かす。あと、指をね、た多分久保さん、どうですかね。今、タイピング、まあ、これも80とか90になったら、まあ、ちょっと衰えると思いますけど、久保さん、どうですか、今。タイピング、うん、年取ってね、久保さん、もうちょっと50になると思いますけど、ね、タイピング、めっちゃ遅いですか遅くなりました多分ここは動かせません脳も動かせるし、手も指も動かせるはずなんですよ。 いや、これ、50、俺、50近いからもう、タイピングこんななっちゃったよってありえます多分ないですよね。逆にまあ、早くなってんじゃねえかな、みたいな。どうすかね、久保さん。今、こんななってますこうやって。ああ、ちょっと見えねえな、みたいな。多分、普通に打てますよね。だから、衰えないもの、ある、まあ、もちろん、80、90になったら衰えますよ。だけど、ある一定の衰えないものっていうのがあるわけですよ。 逆に言うと、脳は進化させることができます。脳はね。これはまあ科学的にも多分証明されてると思うんですけど、脳を使えば使うほど、この、シップ、あの、なんか出るんですよね。シップナスなんかわかんないですけど、なんかこの信号が出るわけですよ。だけどあの、よくボケるってあるじゃないですか。あれって定年退職して何も考えない、もっと本当に何も考えなくなると、一気に老化進むっていうね。 で、よくその芸能人の人とか、人前に立つ仕事をしてる人って、常に緊張感があったりとか考えたりとかそうしてるんで、あ,あの、綺麗じゃないですか、年取っても。黒長、黒柳徹子の部屋。もう徹子何歳やねんっていう。もうもはや徹子の年齢わかんないんですけど、徹子さん何歳ですかね、あもうほぼ、まあメイクのあれもありますけど、徹子、徹子、徹子何歳や。徹子、87歳か。 徹子87歳に見えなくないですかで、あと、あと、デヴィ夫人とかね。デヴィ夫人なんか脅威ですよ。なんか、未だに一滴言うで体張ったりとかして、脅威ですよね。だもちろんね、金かけてる部分もありますけども、やっぱその、人前に立って、その緊張感があって、脳も使って、全部を使ってるので、やっぱ衰えづらいんですよね。でもこれ、ほんと使わなくなったら、どん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 、なんだろうな、衰えてきます。で、あのー、年とっても、 その成長できるもののっていうのは脳だと思うんですねだからこれをしっかりと考える力稼ぐ思考っていうのをこれをしっかりと日々鍛錬しとくっていうのが大事なのかなっていうそうすれば筋肉は衰えるけども脳は進化できるとうんだから僕もねいまだにそのじゃあこれね普通だったらまあ初めてセールスレター書く人だったら多分 8時間とかもしくは、まあ僕簡単に今回書いたので、まあ1時間半で収めましたけど、でもその決済のね、準備とか細い設定もしてるので、本当にレター書いたのは1時間15分、20分で、多分書けないですよ。おそらく。 うん、あの素材とかもちょっと引っ張って入れてますけど、多分普通の人初心者は書けないですね。だそれは今まで自分がいろいろ書いてきて、そのこのもう血肉になってるから書けるわけですよ。だからこれほとんど衰えないですよね。だから車の運転とかも、もちろんその90、80になったら衰えると思いますよ。久保さんの話でもありましたけど、もう車いらねえみたいな。 ね、だけどその、例えば60ぐらいとかね、70ぐらいまでだったらこう普通に運転できるとか、ね、65までだったら普通に運転できると思うんですよ。で、衰えるかっていうと、あんまり衰えないですよね。だから一回体に覚えたものだったりとか、あと脳に関しては、本当にね、あのー、脳に関しては進化できるし、あと、衰えづらいものがあるわけですよ。だからこれをね、徹底的にやるべきかなと思いますね。 うん、衰えないもの。だから、脳はね、本当常に使った方がいいと思います。これはね、うん、大事ですよ。考える。常に考えるって。だから、あの、よくお問い合わせでいただく、最近いただくのが、やっぱその、考えてるようで考えていなかったっていう。サラリーマンとして自分で商品作ったりとか、自分で集客したりとか、自分の全責任でやるってことが今までの人生の中でなかったから、めちゃめちゃた考えるのがすげえしんどい。うん、でもこれは大事なんですよ。 だから僕、バカですけど、多分人より脳を動かしてるので、動かしてますから、だから回転は速い方だと思います。回転が速いから、トークに関しても即興で過去のいろんなものをこうリンクさせ、トークにできるわけですよ。速いんで。その過去の記憶だったり、体験をパンパンパンってつなげてすぐトークにすることができるわけですよね。話しながら。それは常に常に喋ったりとかアウトプットしてトあの動かしてるからですよ。 うん、だからこれね、本当ね、あのー、多分久保さんも多分衰えないでしょうね。ずっとアウトプットしてるんで。要は、インプットとアウトプットのこの相互関係しかないので、脳を動かすっていうのは。もう本当に、マジで。うん、しっかりこう鍛えるっていうのはね。だから、インプットばっかりしてるとダメだし、あアウトプットをしてなかったらダメだしって話ですよね。うん。で、アウトプットばっかりしてても、インプットやっぱ入れないとダメだし、僕もインプットしてますからね。うん。ただ、インプットは、 もう過去にいっぱいしてるので、今はちょっとのインプットでも過去の体験からブワーって喋れるし、ただ未だにインプットはしてます。毎日何かしら、あのー、誰かの音声聞いたりとか、まあきょ今日もまたなんかアドラの心理学聞いてましたけど、とかなんか、うん、常にインプット、アウトプット、これを繰り返すってことですね。はい。だから衰えないものをしっかりやればいいんじゃないですかね。うん、これは結構大事だと思います。いってらっしゃい。